コンサル、IT、商社などさまざまな業界の企業が参加する就活イベント Meets Company。 採用人事と直接話せるため、たった数時間で複数の業界を深く知ることができます。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。ニュースーパーマリオとかピクミン3とか Wii U で出てたスプラトゥーンのプログラムを担当していました。最初プラトゥーン作ってた時は地面だけ濡れて壁は濡れないっていう感じになってたんですけど、まあ、一つのゲームがリリースされるまでどのような流れか教えてください。まずゲームの最初はプロトタイプ、小さいチームでコアになる面白さを検証します。そこで面白いものができれば製品の開発に進みますし、そうでなければ面白くなるまで何度も作り直して面白さのコアを見つけ出すというか作り出していくという作業があります。コアがプロトタイプで面白いって、よしじゃあ作っていこうってなったら、こう人を増やしてプログラマーをいっぱい入れて、プログラマーをどんどん拡大していったりであるとか、アーティストさんをいっぱい入れてモデル作ったり絵を作ったりとかを増やしていったり、ステージ自体も増やしていったりとかします。最後デバッグであるとか、まあ、テストプレイをしてブラッシュアップをして最終的にリリースされるという形になります。1個のゲームでどのぐらいの長さですか？そういう丸々ゲームタイトルによってまちまちでして、自分が担当したゲームだと、まあ、6年ぐらいかかったものもありますし、短いのだと1年半ぐらいでできたものもありますね。1年半で出来上がったらスムーズにできたなっていう感じですね。大規模なタイトルは5年6年かかったりしている印象ですね。6年間の間にトレンドが変わったりとかっていろいろあると思うんですけど、それによって内容を変えたりとかっていうのは随時していく感じなんですか？任天堂はあんまりそういうのはないんじゃないかなとは思いますね。ただ噂レベルで聞く話ですと、プロデューサーとかディレクターさんが時代の流れとか流行りのものとかを知ってしまうと、そういう仕様がゲーム仕様に入り、こうごちゃごちゃしてどんどん延期延期になってしまうみたいな、まあ、あくまで噂レベルの話ですけど、そういう話も聞くので、世の中の流れに流されない方がいいのかなと思ってたりはしますね。既存のタイトルの、例えばポケモンの新しいバージョンみたいなのっていうのを作る場合と、完全にゼロからキャラクターごと作る場合があるじゃないですか。任天堂的にはどっちが花形になるんですか？人によってやっぱり違うっていう感じで、社内にもどっちがいいっていう人結構分かれるんですよね。で、自分の場合は新規のものを作るのが好きなタイプだったんですけど、だから絶対ゼルダとかマリオとか行きたくないっていう方だったんですよね。けど逆に既存のゼルダやりたいとかマリオやりたいっていう人もいたりするので、やっぱり人によって違うっていう感じでしたね。6年もかけて新しいやつ作って外した時、結構地獄の空気感になりません？そもそも6年かかってる時点で雰囲気としては良くない感じにはなるんですけれど、自分自身はそれで全然売れなかったっていうところまでなったことはないんですが、もう一番最悪なパターンはリリースされないっていうことがあるんですよね。長い時間をかけて結局面白いレベル、任天堂の求めるレベルに達しなかったよねっていうのが昔あったっていうっていう話を聞いて、それは地獄だったみたいですね。ポケモン GO とかってスマホの機能だったりとかと連携しながら作らないといけないから、開発期間短くないと対応できないですよね。それはそうだと思いますね。私がいた時は任天堂はまだスマホにゲームを出していなかったので、周りのプラットフォームに影響されるっていうことはなかったんですけど、今は他のプラットフォームに出しているので大変なことがあると思いますね。一旦休憩入ります。いや今日も長丁場だけどいますか？何やってんの？ああ、これですか？ DYM 就職です。僕YouTuber だけだとちょっと不安で、まあ、将来転職しようかなと思って一旦登録してみたんですけど、でも会社員経験ないから本当に就職できるか不安なんですよね。リクルーターに相談してもらえれば、おすすめの求人とかマッチする会社たくさん紹介してもらえると思う。本当ですか？手に職つけたいなら DYM 就職おすすめですね。任天堂的には一番売れてるゲームって何なんですか？一番売れてるゲームはいいのか悪いのかあれですけど、マリオカートですね。あ、そうなんだ。マリオカートって僕やってるんですけど、あれってもっと速いスパンで出せないんですか？結構飽きてきちゃってそれは難しい問題ですね。今スイッチで出てるマリオカートも Wii U で出てたマリオカートのデラックス版みたいな、ちょっとマイナーバージョンみたいな感じなんですね、うん、でそれがスイッチで出てる任天堂のゲームの中で一番売れているっていう状況に
になっていて、で任天堂の今の方がどう思ってるか分かんないですけど、開発者側としてはモチベーション下がってしまうっていうか、開発者としてはね、新しいものをやっぱり作っていくっていうのが楽しさであるんですけど、前のゲームをブラッシュアップしたやつがこんな売れてしまうんじゃっていうのはちょっとあるとは思いますね。トップ3聞きたいです、売れてるソフト。自分も裏覚えなんですけど、自分がその任天堂の IR 情報とかたまに見たりするから知ってるってだけなんですが、1位がマリオカートで、多分2位がデルタじゃないかなって思います。デルタのブレスオブザワイルドが海外でめちゃくちゃ売れているので、あとはスマッシュブラザーズですかね、スマブラ、スマブラか、あとポケモンあたりが入ってくるかなと思います。テルダとかやったことないけどね。僕もやってないですよね。海外のユーザーはめちゃくちゃテルダが好きなんで、海外でめちゃくちゃ売れてる感じなんですね。日本と海外でもう売れ行きの違いがあって、例えばスプラトゥーンとかは日本の売上比率がめちゃくちゃ高くて、海外ではそんなにちょっと売上は下がっていたりします。へえ。スプラトゥーンも最初作るとき完全に新しい概念とキャラクターじゃないですか。リリースするときまあまあドキドキしそうですよね。自分もその一メンバーだったわけですけど、あの時が一番任天堂に在籍した中で鳥肌が立ったっていうか、もうドキドキして、確かニコニコ動画とかで見てたんですよね。その E3 というゲームのイベントがあって、そこで初めて公開されたんですけど、そこで任天堂のこれから出るタイトルっていうので、こういろんなゲームの PV が流れていく中の最後にスプラトゥーンが流れたんですけど、その PV が流れた瞬間、ニコニコ動画のコメント欄が、おーなんだこれはすげーみたいなのが めっちゃいっぱいコメントが流れて、これでこう世界を驚かせてやったなっていうのですごい興奮したことを思います。めっちゃいいですね、いい話。それこそマリオ、ポケモンとかスマブラとか既存のタイトルの帯でずっと続けられるようなタイトルに、素人なんで全然詳しくないんですけど、スプラトゥーンってそこに食い込んできたイメージがあるんですけど、でもスプラトゥーン以外の屍いっぱいあるわけじゃないですか。そこで今後も中長期で続きそうなタイトルを新しく作れたっていうのは、他に変えがたい経験というか、いい体験ですよね。そうだったと思います。確かに僕もちょっとやった時面白かったんですけど、なんでこれが当たるのかっていうそのロジックってなかなか難しそうじゃないですか。誰一人としてこれが絶対当たるとは言えないと思いますね。ポケモン GO とかってなんか当たりそうな感じがするじゃないですか、絶対楽しいじゃんみたいな。スプラトゥーンってまあいわば今まであったパズルとかアクションゲームの延長にあるもので、新しいキャラ熱く語っちゃってクリエイティブのところってすごいよね、やっぱ当てるってね。ということで任天堂の内部事情でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。